甲州八幡神社は、福岡県北九州市もじ区にある神社。通称は、甲州八幡宮。江戸時代までは、文字社、文字八幡宮とも呼ばれた。旧社格は、県社で、現在は、神社本庁の別表神社である。第一伝に、王神天皇。第二伝に、神宮古后、第三伝に、胸方三女神を祀る。上元元年。 大和国大安寺の僧侶であった、京京が、宇佐八万宮に賛同したおり、八幡神が王城を沈護するという神託が降ったため、翌上岸二年、聖和天皇は、太宰大に、清原神聖を直至として派遣し、八幡神を、山城国男山へ潜座することとなった。その当時、直至一行が、文字遺跡にて礼法と崇められていた筆立山の山麓に駐留すると、 上空に随運がたなびき八重の旗を天下すという随調が現れ、行教は大庭の出現疑うべからずと朝廷に上奏し、この随調を喜んだ、聖は天皇の直眼によりこの地に八幡神を分祀し、合わせて神宮皇后着用の皇を放祭して創建されたのが始まりとされる。以来、交通の要所である文字関の守護神として、 平安時代末期においては樹影4年に起こった壇の浦の戦いでは、鎌倉法の大将である源の範頼が三景市へ投球を奉納して、必勝を祈願し、その戦勝後には、副将で弟である源の義経と共に社殿を造営したと伝わる。鎌倉時代に入ると、文字一体を所領とした文字氏が宇治神氏神とし、文字六が里の総社的な扱いを受け、 南北朝時代初期の建武三年には、多た浜の戦いに戦勝した、足利高氏より、社殿造営及び車両を寄進される等、部門の数計は、ますます高まった。室町戦国時代においても、西国の大名大内氏より、代々厚い数計を受け、大内義雄、義高、義朝三代にわたって車両が寄進され、また、大内氏の滅びた後に、 中国最大の大名となった、毛利元成によっても社殿が造営されている。近世に入ると社地は、小倉藩に属し、細川氏その後に小笠原氏の損数を受けた。特に、小笠原藩政時代には、藩内守護者の主座として、歴代小倉藩主よりをもんじられ、例年の平白奉建はもちろんたびたび社殿造営、及び社両寄進が行われた。しかしながら、 幕末の第二次長州政党の際、小倉藩内へ侵略した長州兵により本殿を焼き払われ新法党も略奪の浮き目にあった。明治元年、毛利元徳により本殿が再建され、廃殿が小倉藩作り、本殿が長州藩作りの越境型社殿となる。その後、明治五年に豪社に列し、 大正11年6月の文字を襲った空襲ですべてを消失した。戦後、昭和33年に神社の再建がなされ、神社本庁別表神社に列した。平友森母同りぼどニューウェーブ、北九州最新ニュース毎日新聞をおっし,しょい、九州スポーツ、文字郷土総書第七冠神社編、寺院編1、ありがとうございます。